はい、オンチャスワクテガと申します。今回はですね、タイトル通りあるように質問コーナーに答えていこうかなと思います。ネタがないんです、すいません。動画のでもね、こういう雑談動画もやっていけっていうね、意見もちらほら聞くからやっていこうかなと思います。はい、それではまず第1の質問、いつも楽しく動画再建させていただいております。ありがとうございます。所持しているプレイマットを紹介してくださいということでね。まあプレイマットなんですけども、先日買ったばっかなんでね。というのも、この質問をやろうかなと思ったのはプレイマットを買って、で調べてみたらワクテカプレイマットでこれが出てきて、あ、そういや質問コーナーってあったねと思って今更思い出した。でこれ5月28日ですからね、6月28日ですからね。これなめてんのって話ですね。ここまで放っておいて、じゃあ紹介なんですけど、まず先日買いましたこの主人公プレイマットと、まあデフォルトで置いているこのプライマルオリジンのね、ギャラクシーの方ですね。でこれもまた先日買いました虚空の黒魔導士のやつですね。で最後が今つい先日までメインで使っていたこの精霊竜ですね。はい、この4つですね。キャラプレイマットとかの方は、まあ先ほどというか僕の動画を見てくださっている方ならば分かると思うんですけれども、プレゼント企画でもうすでに梱包して、もうあと発送だけという状況になってますね。ですのでちょっと、できません紹介がね。はい、申し訳ない。うん、ゆずソフトのプレイマットとかいっぱいあったんですけどね。でこの次に出る千年版かのプレイマットが今月末ぐらいに出るやんですけど、それがちょっと欲しいかなと思ってて、またキャラプレイマットに手出そうかなと思ってるぐらいです。はい、まあね、まあキャラスリもそうなんですけど、あの何ていうか終わりませんよね、ああいう系って。追い続けていくとトマトさんとかすごいなと思うよ。ずっと追ってますもん、買ってますし、めちゃめちゃ持ってましたね、プレイマット。よく置く場所があるなと。はい、次の質問じゃあ行きましょう。今までで使ってて楽しかったデッキベスト3を挙げてください。そうですね、まあ一番はまず間違いなくなんですけど、ヒーロービートですね。はい、昔の光デュアルというやつですか。アナザーネオス、ライオウ、デュアルスパークなどが入ってて、罠王ってレベル4ですね。攻撃で元気なツボなので特殊召喚ほとんど行わないっていうデッキなんですけれども、あれ何年前です？もう4、5年ぐらい前ですかね。うん、それぐらいになるのか。あん時が自分が一番遊戯王を楽しんでいた時期であり、あん時が多分僕が一番強かった時期だと思います。うん。ワクテカはヒーロービートっていう、ワクテカイコールヒーロービートだったと思う。僕を知ってる人は。うん。ワクテカイコールヒーロービートで、そこそこ強かったはず。過去の栄光にすがって申し訳ないんだけど。栄光と言えるほど結果も出してないけど、そこそこ強かったはずなんですよ。なんだろうな、あえて戦績言うなら何でしょうね。決勝トーナメント行ったぐらいかな。今じゃあそんなもん実績って言えんのかってレベルですけど、なんか岡山のオレタン CS で決勝トーナメント行った気がする。1回戦で負けてたはずですけど、恥ずかしい。次の2位がそうですね、テラナイトかな。うん、これもまあこれ最近かな。セプスロじゃない、いやどうだ、うん、セプスロかな、いやセプスロじゃない時代、セプスロじゃない時代、まあまあ最近なはず、1年ぐらい前のと、うん、普通のテラナイト、プトレマイオスが生きてた頃かな。うん、そん時ですね。それが楽しかった、あら楽しかったな。カードショップアランとか行き始めた頃多分使ってたんですよ、テラナイト。そん時ぐらいかな、一番楽しかったのはね、テラナイトで。テラナイトで一番楽しかったのはそん時かな。うん、やはりレベル4というか罠デッキが好きなんですよ、自分的に。昔からそうなんですけど、やっぱ罠でチク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 ビートしていくっていうのはすごい大好きで、で相手の思惑をもうとりあえず伏せカードでいかに潰していくか、で伏せカード1枚でいかにアドバンテージを取るかっていうのがとても大好きだった。今のようなとりあえず置物を置いて、でっかい置物、モンスターの置物を置いて、でノーコストで
そいつはね、そいつはノーコストで相手の行動を阻害するっていうのは全然好きじゃない、うん、トラップとかは1枚使ったら1枚絶対にね消えるじゃないですか、うん、今そうじゃないですからね。もう前にでっかいの置いたらそいつはもう何回でも除去しない限り何回でも使えて毎ターンっていうのがほとんどですから。でそれを失敗すると終わるし、それを除去するの失敗すると終わるしって感じで、だからあんまり好かないんですよね、うん、ベスト3、3位なんでしょうね。罠、あーでも罠デッキ、罠デッキと今まで来ましたけど、3位は青龍かな3位は青龍かな青龍魔導時代、青龍魔導の2強時代は、まあ、青龍使ってたんですけど、僕はヒーロービートを諦めましたからねあの辺すごい批判来た気がするな、連れからお前マジでつまんねえ男だなって。いやでも青龍楽しかったし青龍楽しかったし、うん、すごく好きだったし、うん、あれはなんで好きかっていうと、なんでだろうな、分回しに楽しみを覚えたのがあの初めだったのかもしれないな。それまであんま使ってなかったし、ベルズでいいじゃんと思ってたぐらいで、一応今のところのベスト3はそれだな。これから先出てくるか分かんないけど、今12獅子使ってるんですけど、あれも罠要素が、罠デッキの要素が少し入っているからっていう理由でもありますし、うん、あこれから先罠ビートがどんだけ返ってくるのか分かんないですけどね。バーゼストマンは罠デッキじゃないからな。はい、それじゃあ次の質問いきましょう。はい、次の質問。動画の編集ソフトは何を使ってますか？Windows Movie Player ですね。パソコンに入ってるやつです。うん。一時期はね、AVU っていう ?AVI、なんて読むのかわかんないけど、RVU っていうか AVU っていうかわかんないけど、それを勉強したんですけど、とてもじゃないが僕の頭では理解できなくて、うん、フリーズもあったし、途中で終わる、途中でブズンって切れることもあったし、僕の、クソ PC では。まあ、ですのでもう諦めて、もういや、そんなどうせ凝った編集しねえし、と思ったし。いや、僕の代わりに編集やってくれる人いるなら、うん、時給1200円ぐらいでやっとこうだけどな。オリパの販売してますか？もうしてないです。はい。もうしてないです。一時期は、あまりに増えすぎたカードを破棄するために、うん、ふざけたような、ものすごい損するレベルのオリパを出したんですけど、それも身内にほとんど売っちゃってましたしね。まあ身内といっても同じ YouTube の動画上げてる人とかですけど。ね。ジブさんとか、マグマさんとかね。その辺ですけど。あとトマトさんにもあげたっけ？そういえば。あげたっていう言い方おかしいね。提供しましたっけ？提供っていう言い方もおかしいわ。売りましたっけ？まあ、この先オリパーを販売するのがわかんないけど、今のところはないです。今のところ本当にないです。はい、じゃあ次の質問。プレイした中で一番面白かったエロゲは何ですか？難しい質問だなこれ。すごい難しい質問だ。僕のツイートを遡ったら、なんかエロゲで、今までやったエロゲで打順組んでみたいなのがあると思うんですよ。そこをググってほしい、うん。まあでも、あえて言うんならですよ。今覚えてる中で言うなら、1位は家族計画。2000何年 ?3 年とかそんなもんか。もっと前かな。絆箱が出たのが多分2002年か3年ぐらいだったと思うんだけど、それですね。絆箱って言って、本来は、ボイスなしのすごい昔のゲームだったんですね、あれ。うん。めちゃくちゃ昔のゲームだったんですけど、それがストーリーがものすごく人気出て、で、リメイクという形でボイス付きのものが出たんが2003年とかそれぐらいじゃなかったかな ?2001 年だっけ忘れた。完全に忘れた。それかな、もうめちゃくちゃもうほんとクソガキん頃ですね。文字通りクソ、いやクソガキだったけど僕は、うん、今でもクソガキだけどそれがもう超絶に感動して、今やっても感動するんじゃないかな。もう PC が古いゲームが受け付けないから無理かもしれないけど、いやそれでも、うん、あれは皆さん一度やってほしいかな。なんていうのかな、リメイク版はやめた方がいい。絵が違うし、何より声優違うから。祭りの声優が違うんだよ。僕あれ絶対認めない。ファンディスクで声が変わってることすら僕は、なんていうのかな、我慢できなかったし。2位がパルフェかな、セカンドショコラっていうギガのやつなんですけど、
まあ、あれもめっちゃ昔だよね。2000え何ぼ4、5年3 2002年か3年か忘れたけど、そんなもんかな。あれはリカコルート、カトレアルートで迷うですね。まあ僕はカトレア派だったんですけどね。これはあのリカコ、リカコとかマジありえねえ、カトレア最高とか、カトレアとかリカコも決まってんだろとかをあのふと例えば2ちゃんとかでつぶやいたら戦争になりますんで、皆さん注意してください。3位がもう3位終わりますけど、あまりにならないんだけど、3位迷うな。最近にしましょうか。3位で言うなら辻堂さんの純愛ロード。あれはすごい感動じゃないんだけど、ザ正統派萌えゲーみたいな感じで、不良娘である不良娘が、まあ、パンピー、全く不良とは関係のない一般主人公に惚れていくっていうんだけど、もうあれアニメ化しないか不思議じゃないぐらいキュンキュンきます。ファンディスクであるバージンロードも最高でした。はい、これもおすすめなんでどうかやってください。主人公のね、声優、主人公じゃあメインヒロインの声優さんがあの川島里乃さんでね、それだけでも、勝手お釣りあると思う。はい、以上になります。ちょっとこれを話し出すと30分どころかもっと超えちゃうと思うんで、これぐらいで切ります。3位で切る。次の質問いきましょう。デッキいくつ持ってますか。今のところ4つ、 12cc、 コズモ、ガエル、アンティークギアですね。あっと前、まあ、さっき言いました通り、プレイマットの時も言いました通り、ちょっと、提供品でスリープとかを全部、配っちゃったんでないんですよ、スリープが。まあ、デッキ減らす目的もあったんですけど、まあ、今のところ4つにしています。もう4つ以上増やさない。もう増やさ、もう増やしてもしょうがないし、サイドデッキとかいちいち変えたりとか、エクストラも買い直したりとかしなきゃなんないから、しません。はい、次の質問。アンティークギアでコズモや ABC に勝てるでしょうか。今日の動画のコメント欄でも聞いたんですけど、12重古代のアンティークギア、アンティークギアねのことね。まあ率直に言わせてもらうならば無理です。無理です。まあなんで無理かというと、実はですね、12獅子ならまだなんとかなったかもしれない。12獅子とかインフェルノイドとかそのあたりならまだ勝てたかもしれない。向こうからすれば打点でかいのはきっついんですよ。またワンキルルートがいっぱいあるんで、アンティングギアまあ勝てるんですけど、コズモと ABC は前の置物が除去してくるんで、モンスター効果には無力なんですよ。まあ使ってる人ならわかると思うんですけどね。シミタ、ドラバス、まあ、魔女ウィッチ、その辺が出てくるとどうしようもないんで、さらに後ろも強いですからね、あの人らは。ワンキル狙おうにもそれを刺してくれないっていうね。ですので、まあ無理じゃないかな、厳しいんじゃないかなって感じ。まあ、無理って言い方はちょっとひどいかなと思うんですけど、難しいとは思います。はい、じゃあ最後の質問。公式スリーブの上に何のスリーブしていますか。こちらもね、動画の方を、僕の動画の方を見てもらったら分かるんです。ワクワンスリープというのを使ってます。これだな。これですね、ワクワンスリープの S の方ですね。 S って言い方をすると M か、ロングじゃない方と思えばいいです。 S か M しかないから。まあ、これのいい点は、ワクワンスリーブのいい点は、まあ、さっき言ったようにザラスリなので、まあ、見栄え、ザラスリの見栄えがいい人は、まあ、とても、なんて言うんですかね、好きだと。僕はこれのザラスリの見た目がすごい好きなんで。で、ザラスリが、まあ、ワクワンスリーブは前にもあったんですけど、それの改良点として入れやすいんですよ、非常に。非常に入れやすくなりました。ですので、スリープの入れ替えがとても簡単になった。で、ダメなとこ、すごく破けやすい。ものすごく破けやすい。多分デュエルして3回ぐらいしたら1個ぐらいはなんかここら辺がね、ここら辺がピッて切れてる。それが厳しい。今あんまり高くない、普通の値段だからいいとは思う、いいんですけどね、僕の方は見た目が好きだから使ってるだけで。って、はい、それじゃあ以上になります。質問コーナー、質問動画でした。本当に手抜き動画で申し訳ありません。もしね、次に、私に質問などがある場合は、ツイッターの方のワテか質問タグの方でね、
まあ、お待ちしておりますので、何でも気軽に言ってください。ただあまりにもね卑猥な質問だとか、あまりにもちょっと無益だなとか、ちょっとあの旬を外している、例えば、検討中デッキどう思いますかとか、僕は作ってないから分かんないし何々についてどうですかとか、そういったのはちょっと無視することがあるかもしれないんですけども、それ以外のことができる限り真摯に答えていきたいなと思いますので、ワクテガ質問タグの方はね、僕のツイッターのプロフィールの方からありますんで、気軽に書きください、うん、本当にこんな動画でいいんだろうかと思うんですけれどもたまにはこういうのもいいかなと思ったので、はい、もし好評でしたらコメントの方お願いいたします。それではバイバイ、ワクテガでした。